ロシア軍のウクライナ侵攻の先が見えなくなり、一般市民の避難経路確保も難しい状況の中、中国は相変わらず尖閣への侵入を繰り返しています。日本でも核持ち込ませずの部分で議論が始まる予感がします。今回は日米同盟の中で日本の立ち位置を詳しく見ていきますね。核保有論ではなく、有事になると核をアメリカ軍が持ち込むという議論がこれから始まります。核を持っている国が核を持っていない国へ挑発することは断じて認められません。2022年2月24日に開始されたロシア軍によるウクライナへの多方向から同時侵攻作戦の経緯は、月が変わった3月1日時点でも予断を許さぬ展開が続いており、世界の耳目もこの戦争の行方に釘付けになっていると言ってよいだろう。すでに当初のロシア軍の侵攻計画には遅れが出てきており、ウクライナ軍に対し圧倒的戦力と装備を有しながら苦戦の続く自軍の状況を認識してか、ロシアのプーチン大統領は戦術核兵器の投入まで匂わせ始めている。想定よりもロシア軍の進行速度を鈍らせることに一応は成功しているとおぼしきウクライナだが、このところ相次いで決定しているヨーロッパ各国やアメリカから直接の軍事兵器の供与が間に合うのかも焦点の一つとなりそうだ。こうしたウクライナ情勢に揺れる状況下にある世界だが、一度日本の足元に目を戻してみると、尖閣諸島周辺の接続水域内には中国海警局の艦艇が2月末も侵入を継続しており、海上保安庁による日夜の監視体制が敷かれている。中国海警局の艦艇はこのところの定型のパターンでの尖閣諸島周辺海域への侵入を繰り返しており、これは同局所属の艦艇を4隻で一単位として投入するもので、この数で周囲への日本の艦艇や船舶の接近を妨害しようとする戦術だ。すでに排水量が1000トンを超える大型標準支船においては、中国海警局は日本の海上保安庁の2倍以上の艦艇数を有しており、単純な数量勝負という観点で見れば日本側の海上保安庁の劣勢は容易には覆せそうにない。究極的には戦闘を目的としない海上保安庁の巡視船にとっては、尖閣諸島周辺海域において日本の一般の漁船等民間の船舶に被害が及ばないように警備行動を行うことが主目的ではあるが、状況は苦しいというのが実情だろう。最悪の想定ではあるが、現在のロシア軍のウクライナ侵攻になぞらえれば、仮に中国と日本との間で戦闘行為が発生するとするなら、島国である日本では、まさにこうした海上での中国艦艇との武力衝突という事態の可能性が高いと思われる。そうした状況も踏まえて、海上自衛隊では各種の軍事演習を複数の日本の周辺海海域において、同隊単独、もしくはアメリカ海軍をはじめとする友軍たる各国海軍との合同での実施も言っており、対中国を睨んだ対処が進められている。その一環として、中国が一方的に領有権を主張し、複数の島々や干渉に対して軍事拠点を構築し続けている南シナ海においても、海上自衛隊とアメリカ海軍との合同での軍事演習が行われており、その存在をアピールしている。もっとも最近の南シナ海での例を挙げれば、昨年2021年11月中旬に海上自衛隊とアメリカ海軍の艦艇航空機を動員した合同軍事演習が実施されており、同海域でアメリカ海軍がたびたび実施している航行の自由作戦に参加したものとも言える。アメリカ海軍が行っている航行の自由
フリーダム・オブ・ナビゲーション・オペレーション作戦とは、1979年から開始された活動であり、同国が認めない海洋主権の主張された海域に艦艇を送り込んで、航行を敢行する動きを指す。航行の自由作戦といえば、アメリカ海軍が南シナ海で行っている印象が強いが、同様の行動は、イギリスやフランスの海軍も実施しており、また、アメリカ海軍がこれを行う地域は、2000年以降は、中国以外でも、世界37カ国が、その対象となっている。このため、アメリカ海軍が行う航行の自由作戦は、日本の対馬海峡をも対象としたことがあり、これは2020年12月にアメリカ海軍のルイス&クラーク級貨物弾薬補給艦の3番艦アラン・シェパードによって実行された。この時のアラン・シェパードによる対馬海峡への航行の自由作戦の実施は、軍事同盟を締結している日本をも対象として行われることが驚きをもって報道されたが、こちらを記憶しておられる方々も多いのではないだろうか。アメリカ海軍は、この時のアラン・シェパードの行動の理由について、公的な見解を示していないため、その真意は、推察の域を出ないが、日本が、対馬海峡の周辺海域に対して、適用を主張している線引きについて、納得をしていないことが、理由のようだ。こうした線引きは、専門用語で汽船と呼ばれてるが、これには、通常汽船と直線汽船の2種類があり、日本は、懸案となった対馬海峡において、後者の適用を主張しているものの、アメリカは、航海可能海域が制限される、その適用を容認できないのだろう。この、航行の自由作戦は期せずして、日本の対馬海峡のように例え、同盟を結んでいる国といえ、とも、アメリカ海軍の行動に制約を課すような汽船は認めないというテーゼに基づいており、こうしたアメリカの本音も踏まえておく必要はありそうだ。さて、2021年11月中旬の南シナ海における海上自衛隊とアメリカ海軍との合同軍事演習に話を戻せば、前者からは、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦19番艦のミリウスと B8A 哨戒機1機が参加している。海上自衛隊からは出雲型護衛艦2番艦の加賀と村雨型護衛艦1番艦の村雨 B1 哨戒機が1機に加えて、艦首、艦名はその性質上明かされていないが、潜水艦が1隻参加したとされている。この海上自衛隊の潜水艦1隻が、今回の合同軍事演習においては、アグレッサー、敵役を務めた模様で、同艦を中国海軍の潜水艦とみなして、海上自衛隊とアメリカ海軍の水上戦闘艦及び哨戒機が、これを探索、追尾し排除するシナリオで行われたようだ。世界の潜水艦の中でも、ことに、静粛性に関しては、指折りの性能だと言われている海上自衛隊の潜水艦に対し、自軍の B1 哨戒機は、もちろんのこと、アメリカ海軍の B8 哨戒機が、どのような探知能力を発揮したのかは、非常に気になる部分ではある。近年は、以前に比べれば、静粛性を高めつつあるとも評されている中国海軍の潜水艦ではあるものの、その意味では、まだ、日本側に優位性は、あると考えられており、日米の対潜哨戒能力は、南シナ海の制海権を占う上でも、必須の分野となるだろう。折しも、ロシア軍のウクライナ侵攻によって、日本を含む西側諸国等の多くの国で、軍事力強化の必要性を訴える声が噴出しており、昨年のオーストラリアのオーカス締結による、原子力潜水艦保有への方針転換も日本に影響を与えている。
前安倍首相は、日本の核保有についても、議論をタブー視しないことを提言したが、日本の保守派の中には、この機に、戦略型の原子力潜水艦を日本も調達し、核弾頭を搭載した SLBM による抑止力の増強を唱える動きも出てきており、議論は尽きそうもない。ヨーロッパでは EU 及び NATO 加盟国でも最大の経済力を持つドイツが、これまでアメリカにどれだけ促されようとも、なかなか承知しなかった対 GNP 比 2% の軍事費拠出を行う方向へと大きく舵を切ったことも報道された。前安倍首相や日本の保守派からは、日本ではあまり知られていないと前置きしつつ、ドイツはアメリカの戦術核兵器を運用するニュークリアシェアリングの義務を負っていると、今更ながらの指摘の声を上げている。これに目を背けたい層が、少なからず日本に多数存在することは想像に難くないが、今回、ウクライナが核兵器を破棄しておらず、保有を継続していたとすれば、ロシアの侵攻が行われなかった可能性は高かったことは間違いないだろう。